こんにちは。今日のテーマはクジラです。コメンテーターは日本経済新聞社札幌支社の横山デスクです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、政府がちょうど1ヶ月前の先月26日に IWC 国際捕鯨委員会からの脱退を表明しました。横山さん、これはどういうことなんでしょうか？はい、まあ、IWC というのはですね、クジラの資源の保護や捕獲のルールなどを取り決める国際的な組織なんですよね。でこれまで調査捕鯨、つまり研究目的でクジラを取ることは許されていたんですけども、この組織から脱退することで今年7月からですね、商業捕鯨、つまり営業目的で大型のクジラ漁が許可されるようになります。とはいえ、これまでもクジラは普通に食べることができてましたよね。はい、そうですよね。調査とはいえですね、そうした研究目的が終われば、まあ、食用としてこうスーパーなどに流通されますんで、私も結構好きで食べてますよ。そうですよね。はい、では一体何が変わるのかということで、岩佐アナウンサーに聞いてみます。はい、よろしくお願いします。さて、調査捕鯨から商業捕鯨で一体何が変わるのかというのを見ていきます。まずは違いですね。商業捕鯨は販売や営業を目的としています。つまり商業捕鯨が可能になることで、売れるクジラを選んで漁を行える、漁の時期だったり海域が広がって自由度が増す可能性がありますよということなんです。で、道内の捕鯨拠点なんですが、網走市、釧路市、函館市とありまして、網走市は大正時代から本格的なクジラ漁が続いています。釧路市は全国一の捕獲数を記録したこともあるんですね。函館市は毎年5月から6月にかけて10頭ほど捕鯨を行っているということなんです。横山さんもクジラ肉食べたことがあると話していましたが、はい、今でも北海道では網走や釧路で学校給食として出されているんです。馴染み深いという人も多いかもしれませんが、果たして都市部の札幌ではどうなんでしょうか。街で聞いてきました。皆さんはクジラ食べたことがあるんでしょうか。ちなみに私はクジラの刺身を食べたことがあるかな。早速聞いてみます。いや、札幌でもお肉売ってますものね。お刺身で食べました。あ、小さい時食べたね。ベーコン大好きでしたね。あと正月のクジラ汁大好きですね。あります。お、あります。はい、刺身かな。あります。何で食べたことありますか。竜田揚げ、給食で出たような気がするんですよね、確か。小さい頃って。小さい頃ですね。あ、そう、確かにちっちゃい頃ですね。いや、お父さんがフランス料理やってて、でその時どっか食事行った時に食べまして、高いイメージあります。値段が高いので、それと今料理とかするので、レシピとか探してもクジラのレシピって見ないから。ないです。スーパーとかで売られれば。なんか魚臭そう。やっぱり食べたことないわけではないんですけれども、はい、頻繁に食卓に上がるというわけでもないですよね。そうですね。はい、なので今度はクジラには馴染み深い地域、網走にお邪魔してきました。オホーツクの網走、中心部の飲食店キハチ。新鮮な海産物がカウンターに並ぶ。そうですね、クジラと地産地消ですね。はい、地元の食材ですね。この店の看板メニューは、鮮やかな色つやがひときわ目を引くクジラ肉。うちはですね、さえずりといいまして、下のですね、それとうねすで、お腹と、ハツですね、心臓、カノコで顎肉ですね、とあと赤身で背中の部分と、一番貴重なオノミっていう部位がございます。自家製のベーコンも。いずれも決して安くはない価格だが、地元客の人気は根強い。クジラは食べますか。大好き、大好きです。大好き。僕が今約60歳ね、はい、その僕らの親の年代は当たり前に食べてたっていうか、タンパク質の補給源としてクジラを食べてたぐらいの年代なんですよね。で僕らはそんなに食べた記憶がなくて、もともと網走でずっとミンククジラを取っていったんだけれど、網走での捕鯨の歴史は大正4年東洋捕鯨が進出したことに始まる。当時十分な栄養を取るため、良質なタンパク源となるクジラは重宝された。
最盛期の昭和20年代には7社が創業した。しかしその後の乱獲で資源が減少、捕鯨産業は衰退した。捕鯨で生計を立てられなくなり、取る漁業からホエールウォッチングなど見せる観光に乗り換えた漁師もいたという。とどめは1986年、 IWC 国際捕鯨委員会がモラトリアム、捕鯨の一時停止措置を発動したことだ。その後、網走市は学校給食にクジラを取り入れるなど、芸食文化を細々と守ってきた。20年以上前に開店した喜八もその一端を担ってきた。より良質な部位や良質な素材がお値打ちな価格で提供させていただけるようになると大変嬉しいなとは思っております。もともと捕鯨基地の町ですので、クジラが盛り上がっていくとより良いと思いますね。今年7月、およそ30年ぶりに商業捕鯨が再開となる見通しだ。